富士津テクニカルコンピューティングソリューションサイグレスは分子軌道法、分子動力学法、量子化学計算、第一原理計算等に対応した計算科学プラットフォームである。低分子、高分子、結晶、アモルファスなど多岐にわたるモデリング機能や分子軌道法、分子動力学法、密度反関数法など様々な計算科学の手法を搭載している。 2008年にサイグレスという製品になるまではサイグレスエクスプローラーとマテリアルズエクスプローラーの2つに分かれていた。2000年4月富士通がオックスフォードモーレキュラーグループからキャッシュを買収。2006年3月キャッシュバージョン7を発売。2007年3月キャッシュをベースに分子モデリングシステムの製品を一新しサイグレスエクスプローラーとして発売。 1992年5月富士通が独自の分子動力学法ソフトウェアを組み込んだ材料、設計支援システム、マスフィックを開発。1998年10月ウィンマスフィック発売。2000年2月ウィンマスフィックプロ発売。2001年7月ウィンマスフィック2.0発売。2004年1月ウィンマスフィックの後継製品、マテリアルズエクスプローラーを発売。 2008年8月、サイグレスエクスプローラーとマテリアルズエクスプローラーを統合し、サイグレスとして発売。2019年富士通から同志会社の富士通、九州システムズに移管。2020年6月サイグレス V3 をリリース。サイグレス、www. 富士通 .com。2019年10月28日閲覧。富士通が OMG から、 キャッシュ事業を買収。www.ccsnews.jp2019 年10月29日閲覧。富士通がキャッシュの最新バージョン7を発売。www.ccsnews.jp2019 年10月29日閲覧。富士通が分子モデリングシステムを刷新、新名称を採用。 正式な後継製品として、さらなる発展へ。www.ccsnews.jp。2019年10月29日閲覧。富士通がマスフィックを新発売。独自 MD を組み込んだ材料設計支援システム。www.ccsnews.jp。2019年10月29日閲覧。富士通が MD ソフト w i n m a s ィ f i 最新版を来年度に発売へ。www.ccsnews.jp2019 年10月29日閲覧。富士通が MDK 材料設計支援システムの最新版、機能強化した w i n m a s ィ f i 2 0を発売、高速化、操作性など向上。 www.ccsnews.jp2019 年10月29日閲覧分子動力学計算ソフトウェアマテリアルズエクスプローラーを発売富士通株式会社パープル富士通 .com2019 年10月29日閲覧富士通が新統合プラットフォームサイグレスを本格リリースプロシージャーブラウザーで計算手順を ナビ、計算エンジンの連携も、容易に。www.ccsnews.jp。2019年10月29日閲覧。fjqs が、富士通から、サイグレスのビジネス移管フォーラムワークショップ再開。海外への普及にも力。www.ccsnews.jp。2019年10月28日閲覧。 分子シミュレーションソフト、サイグレスの新バージョンを発売開始、富士通吸収システムズ、www. 富士通 .com2020 年7月12日閲覧。ありがとうございます。